こんにちは、トーサー YouTuber の直樹です。今日はね、広め市場からね。こんにちは、トーサー YouTuber の直樹です。今日はね、高知市の帯屋町ワンストっていうところにいるんだけども、そこからね、ちょっとうなぎ屋に行こうかなと思ってます。で、今日平日なんだけども、すげえほら奥とかにも人いるよね。さらに疲れたらああいう風なところで休めるっていうのは、なんかこの通りのいいところだよな。そしたらね、この道をね、右に行きましょう。道に歩いてきたんだけど、あとはまた渡って右か左でもどっちでも行けるようなんでね。なんか暑いんだよな。16度、ロサンゼルスよりなんか暑いような気がする。半袖でいいな。私は先日ね、ようやくあのチー牛食べることができたんでね、3年ぶりに日本に帰ってきて、だからここには行かない、当たり前の話だけど。なんか惰性で右側来てしまったんでね、もういい。じゃあこのまま進行しよう。そしたらね、ここをね、左だね。でさ、高知はさ、ね、川多くて水も綺麗でさ、で、海も近いからうなぎは美味しいんだけど、なんで中国産のうなぎ、ゴムみたいな、はあ、ゴムみたいな味、ゴムみたいな皮なんだろうね。それは超びっくりだみたいな。だから一回買ってみてさ、安かったから噛み切れねえんだよな。だから自分で買ったことはないけども、あれだね、あ、ついたついた、なんかでうなぎが出てきた時、ゴムみたいな皮だと、あ、これ中国産だなみたいな。ほら、着きました。はい、そういうわけでね、本日の動画、うなぎはね、川北着きました。今日はね、高知市にあるうなぎ川北行ってみようと思います。で、うなぎね、あって、値段がね、結構他のうなぎ屋さんよりも安いんじゃないのかな。だって一本張ったぜ、一番極上ってね。なのでちょっと極上で待ってる人は今はいないので、早速ね、行ってみましょう。ですね、これですね、これ、極上です、極上です、はい。はい、大変ね、おしゃれだよね。このうな重のさ、極上一匹半っていうのは、やっぱりこの値段安いぜ。まあ、昔はさ、そのね、何十年前はもっと安かったんだけどさ、これがね、タレとね、うなぎのタレと、あとこれ山椒だってね、で、届きましたみたいな。はい、開けました。そしたらね、まずね、山椒も何もかけないで食べていこうね。すっげー柔らかい、すごい柔らかいな。
美味しかったな。皮がすっげえ柔らかいんだな。はい、そういうわけでね、今日はうなぎの川北さんってものかな、うん、あの値段もね、あの他のうなぎ屋さんに比べるとすごい、あの安いんじゃないかな。多分あの1匹半の値段で特上3900円だと結構安いとは思いますね。席に座って休ん、あの列作ったりもしてる。そうそうそう、だからね、皮がすげえ、だからさっきも言ったかもしれないけど、皮がすげえ柔らかいんだって。あの中国産のあのゴムみたいなグニグニしてね、なんじゃこりゃじゃなくて、本当あの箸でちゃんと切れる皮の柔らかさだよね。そうそう、あと YouTuber ですかって、私あの YouTuber じゃないからね、まあ YouTube、 まあ動画、まあ一応動画は撮ってますけどみたいなお話はしたんだけど、あの YouTuber ではないので、私はいつもの通り YouTube で飯食ってるわけではないんでね。